とある島にやってきたポッピンズ。平穏そうに見えるその島には、ある時には山、ある時には森、そしてまたある時には海の中に大量の化け物が住んでいる。モンスターハンターとしてその島に住む化け物たちを討伐することはできるのか。ということで、とうとう着いたみたいだね、化け物アイランドに。どんな化け物がいるのか楽しみだね。よし、すべてのモンスターを討伐するぞ。すべての化け物を討伐できるように応援してくれる君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それで早速化け物を退治に行きたいんだけども、ここを見てよ。何かの地図がある。これに討伐対象のシルエットがあるね。それぞれのモンスターでポイントが違うみたいだね。この島の地形がどうなってるのかは分からないけども、きっとこの辺りにモンスターたちが潜んでるってことなんじゃないのかな。なるほどね。それじゃあ俺らが200ポイントいただいたよ。いや、まだどこが場所か分かってないでしょうよ。なんとなくでいけるんだよ。それでここにチェストもあるみたいだけども、中には討伐対象のシルエットが書いたポスターが入ってるな。それがあれば倒した瞬間に何ポイントか分かるね。よし、それならさ、誰が一番ポイントを稼げるか勝負しようよ。いいね、楽しそう。わあ、だけど15ポイントや20ポイントっていう低いポイントのモンスターもいるみたいだね。一番高いのは何ポイントなのかな。分からないけども、やっぱりレア度とかその強さに比例してるのかな。なるほどね。ということでゲームスタート。よーし、行くぞ。負けられないこの戦い。俺は勝つんだ。サバイバルのプロを舐めるんじゃないよ。あ、チェスト開けたな。早速焼き鳥ゲット。ナイス。何の使い道もないやないかい。お腹が空いたらね、食べればいいんだよ。で、私もエビのお寿司ゲット。よっしゃ、僕はこの真夏におでんをゲットしたぞ。これは食べにくいな。よしよし、いい感じいい感じ。早速装備が揃ったよ。え、装備もあるの。支給されてるアイテムはいろいろあるみたいだな。とにかくモンスター探したいけども、どこから行ったらいいんだろう。いやでもモンスターを探す前に装備をゲットしたいのは何。あるで、頑張ってね。え、まずい。バナー君、エビトラかなんか装備しちゃってるよ。え、ずるくないそれ。おー、消えてっちゃった。防具もあるのか。うっそ、ちょっと一歩リードされちゃったな。早速、なんか燃えたモンスターがいるんだけども、こいつは何なんだろうね。なんてこったい。よし、いいぞ。直して、あ、なんかいっぱいいっぱいいるな。うわー、敵出てきた。まずい、もうびっくりしちゃった。大丈夫、そいつはオイルと一緒だよね。リアルすぎないか。何がいるんだろう。そいつ、なんだろう。ポスターで確認してみるぞ。これだよ。あ、1ポイントだ。押してもいいんだけど。たくさんいるってことは、チリツモじゃないの。そうだね。そういう考え方もあった。チリが詰まればやろうとねってことね。そういうことです。あ、なんかいるぞ、あそこに。ポスターで倒すんだ。あれ、ここになんか羽ばたいてるやつがいたような気がしたんだけど。まずい、殺される。あ、いた。よし、倒したぞ。そう、なんだ、みんななんかたくさん見つけてるんだね。1ポイントゲット、私も何か見つけました。何見つけた。なんだ、鳥がいるね。すごい鳥がいる、オイラのとこにも。何こいつ、何なのそれ。めちゃくちゃ不気味なんだけど。あ、これっぽいけど1ポイントだ。1ポイントかよ。たくさんいるのはやっぱりレア度が低いからポイントも低いのかな。あ、なんてこった。え、何、話題はそういうの鳥見つけたよ。あとはマーちゃんだ。あ、いただき、よし。そんな、私の1ポイントかって。え、ちょっと待って、どうしたの。何か見つけたけど、これ一体何の化け物だろう。何見つけたっていうの。エリトラを見つけたから飛んでいくぞ。うわー、とんでもないもの見つけちゃったよ。まずい、めちゃくちゃリピートされてる。何何、なんか黄色の爬虫類系、いや、甲殻類みたいなのがいるんだけど。何それ。これだ、懸賞金も見つけたな。私3ポイント見つけました。あ、僕なんかすごいの見つけたかもしれないな、あれ。なんだ、あの大蛇は。大蛇？大蛇。大蛇なんて倒して大丈夫？大丈夫じゃないよ。一体いくらなんだろうね、15ポイントだ。な、なに？なんかやばそうだ。大蛇がいるんだけど。お、まずい。え、大蛇じゃないの？なんだこいつ。一緒のところにいるの？お店なのかな？倒して、あとで考えよう。よし、大蛇、ケケ、15ポイントゲット。今16ポイントです。見たぞ。めちゃくちゃすごいの見つけちゃいました。超巨大なジャイアントアレックスがいます。おいおい、見つけた。いただき、見つけた。
聞いてたよ。ジャイアントアレックスやばいんじゃない、ポイント。うん、やばそうだよね。クモ人間撃破。あ、僕も何か見つけたぞ。炭鉱から飛び出してきてるの。あいつはもしかして、間違いない、100ポイントのこのシルエットと同じだ。おお、100ポイントってすごいね。バレないように100ポイントいただき。って弾数が少ないな、この武器。よっしゃ、倒したぞ。ナイス。いやー、おいらもそうそう何か見つけたいな。だね。何を見つけたんだ。とんでもない懸賞金見つけたんだけど。え、何それ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億ポイントが何されてるみたいだよ。されてるんです。絶対優勝じゃん。 100% 優勝だね。それは負けられないね。ちょっとどうにかとはしたいな。どこにいるんだろうな。この森は広そうだからな。飛んで探すのと歩いて探すのどっちがいいんだろうな。どっちもどっちみたいだね、この感じ。下手に飛ぶとぶつかって死んじゃいそうだしな。地形が複雑だ。木も多いしね。だね。この森の中にもまた新たなモンスターがいるかもしれないな。あそこにいるのは一体何だろうな。タコ？あ、タコか。エイリアンかな。だけどこっちには気づいてないみたいだな。これでもないし、これでもない。これか？違うな。なんだかわかんないけど、とにかく倒しとこう。よし、気づかれる前に討伐成功。何大丈夫。やばそうな、タコがいるんだけど。タコ？それ僕が倒したやつと一緒じゃない？どうだろう。ギャー。死んだ？なんか落ちてきたのかな。見て、これは強そうじゃない。一体何ポイントなんだろうね。タコってあれじゃない？頭の赤がキュッてる。タコでどこだ。なんかハイエナみたいなやつがいるんだけど。見にくい見にくい。気をつけるよ。かなり高ポイントなんじゃないですか。うん、結構巨大なタコだったからね。あ、それはすごそうだ。あれ、さらにその先にとんでもない、なんだあれ、岩？岩？魚？何それ。なんだろうね。あ、鳥がいるな。こいつはザコだから片付けとこう。あ、なんかいるよ、ゾンビみたいなのがいっぱいな。ザコばっかり倒してもラチが開かないぞ、バナー君。5ポイントゲット。山の頂上に変な生き物いるんですけど、なんだあれ。なんだろうね。赤色の人間？人間ではない。なんだこれ。あ、山の頂上に何かいるみたいだね。夢中になって死んじゃったよ。私も何か水辺でヘビみたいな化け物を見つけたからやっつけるよ。あ、怖い。おいらも巨大魚見つけたからやっつけちゃうよ。いけー。これは何ポイントだったんだろうね。なんだろうな、あれ。生き物ではなさそう。待て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 。ちょっとこいつを先に。こいつ、もしかして。こいつ、1億ポイントで。こいつ、こいつ、こいつ、そのこれなる。おやじ逃げようとしてる。許さないぞ。よし、倒す倒す。リスポーン地点にしのんびりしてたやつ撃破。やったぞ。あいつ。そして上の方に何だろう、あの化け物。奇妙な空を舞う化け物もいるね。空を舞う化け物。行ってみるよ。木の上にも何かいるみたいだな。よし、同じものかもしれないな。え、よし、やっつけるよ。あー、やられた。マーチェに取れた。あ、追い切りになったみたいだね。今がチャンスみたい。今がチャンスだ。今の絶対高ポイントだった気がするな。さっきやられた山の頂上のモンスター、あいつを何とかして倒さないとな。俺も頂上にいるからね。うわ、飛んでる飛んでる。え、あ、どこ行った。あ、倒した倒したか。飛んでたよ今。怖すぎ。あ、倒しました。ナイス。何だったんだろう。もうポスターないからわかんないや。わかんないけど、かなり高得点と見た。あ、え、なんだあのシルエット。なんか見たことあるやつ発見しましたよ。やばいやついた。やばいよこれ、ほら、やばい。あ、やばそう。森の中に君臨するこの感じ。あ、今がチャンス。落ちちゃったじゃないの。森の中にいるみたいだね。その森の中っていうのはどこだったんだろうな。一度飛んで確認してみるよ。よし、なんとか着地成功。おお、何何、倒しちゃったよ。ナイス。何ポイントだったのか気になるね。かなり手こずってたみたいだけど、うん、お、何か他のモンスターを発見しました。これは一体何だ。頭が2つある化け物みたいだけど。頭が2つ。めちゃくちゃ強そうじゃないよ。めちゃくちゃ不気味だよ。こっちには気づいてないみたいだから、今のうちに森の中ってどこにいるのかな。探してみよう。森の中がめちゃくちゃ同じ景色。撃破。ナイス。さっきの化け物どこ行った。いないな、森の中。
大丈夫。なんか石の建物に。え、なになになに、いただきました。え、何を。いやー、こいつは未発見したけど無事に着陸できるか。バネオ選手、まずい、まさか。よし、再発されたか。危ない。いやー、助かった。おー、あとはちょっとじっくり退陸して。あいつだ、あいつだ、いたぞ。見つけたのか、もしかして。何が争ってる間に私は。バレてない、バレてない。四つん這いの化け物撃破。よし、ここから狙える。くらえ、やめてくれ。くらえない。くそ、ダメージが。あ、来た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 。嘘でしょ。いただきました。ナイス。まだね。さっさとどっか行ってたね。こいつ何がいるんだろう。そんなにいるな。当然1ポイントだけど、こうなったらチーズの作戦だよ。200ポイント取られちゃったか。何か見つけました。なんだろう、白いお化けみたいなプリプリお尻の化け物がいます。そんなのあるの。お化け、なんだろう、血もついてるな。ちょっと撃破強くはなかったな。まずい、僕すごいの見てちゃった。何、もうポスター見なくてもわかる。うん、あのシルエット、ここのボスだ。なんだろうね、一体。到着、気づいてはないみたいだな。うわー、強そうだね。強そうだね。バレてないのか。今がチャンスだね。早くカッシー君の後ろから撃たないと。そうはさせないぞ。どうやらあのモンスターは80ポイント。スレンダーマンだ。ナイス。よし、倒したぞ。ザコの人面鳥ゲット。よし、私は何ポイントか分かんないけど、あれはなんだ、チュッパカブラ撃破。いい調子だね。チュッパカブラもいるのか。よし、バナクはほんとザコばっかり倒しちゃって。まあね、ルイは友を呼ぶって。おい、誰がザコやねん。少ないでしょうが。木材を借りまして、ジャングルを探索するためのツールを作るぞ。ジャングルの原木を木材にクラフトして作業台の完成。あとはこうやってこうすればできたぞ。木の斧、ジャングル探検隊出発だ。よしよし、バナー君がいい調子みたいな。だね、何をやってるんだろう。ブラッシュをゲット。ツールを作ってたってことか。まさか地下にいるのか、これ。地下を探そうとしてるんだけどね。なるほどね。石炭のゲット、これで松明を作って。あー、バレたか。その作戦、僕もいただき。よし、私は。ゲット。よし、行くぞ。二人が地下に行く間に上空をじゃあ探すよ。中には何もいなさそうだな。潜るぞ、石炭ゲット。ナイスナイス。掘っていくぜ。おい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 、オイルとトータルサバイバーがいたってことかい。負けてないぜ。負けないぜ、オイルも。わあ、洞窟は広いな。とりあえずかまど作んないといけないのか。かまど、ガチガチのサバイバーがいるみたいだな。ここちなんてこと、鉄を生成しようとしてんじゃないのよ。一気に倒さないとな。うんうん、にしても洞窟の中に何もいないな。何もいないの。うん、怪しいんだけどな、洞窟って結構。おかしいね。いやー、結構いろいろあったけども、なんだかんだで討伐対象のモンスターは全て倒したんじゃないのかな。痛いだね。これで安心して帰られるよ。だね。それじゃあ任務も果たしたことだし、帰りますか。やっぱりポイントは僕が一番だったな。わあ、緊急クエストが発生したみたいだよ。一体何なの。巨大な赤ちゃんを倒せ。この足音、何？あれに巨大な赤ちゃんなんていた？魔女見た感じいなさそうだったけど。だけどこの島全体を揺るがす揺れ、間違いなく何か巨大な生き物が動いてる証拠だぞ。それにこれだけ揺れるってことは相当巨大なんじゃないの？一体どこにいるんだろうね。わからないけど、とにかく一度飛んで探しに行った方がいいんじゃないのかな。よし、それではこっちから一気に行ってみるよ。あれ？僕たちなら簡単に倒すことできるでしょって失敗した人いたね。なんかあーって聞こえちゃったね。おー、なんでって。うお、しかもあんた倒れたの。やばいやつ。え、これ倒せるか。それ大丈夫。二人とわかんないけど、とりあえずうちが食ってるしかないよ。いたね。弾はまだまだあるし、楽しいぞ。先回りしまして、迎え撃つ。どうだ。全然効いてないや。全然効かないな。どこ行った。あ、いた。よし、いいぞ。もらった。よし、効いてる。もらった。このまま一気に倒すんだ。あ、ダメだ、逃げる。待機。よし、あ、どうする。食べられる。逃げろ。あ、やばい。どうしていくん。今食べられる。まずい。後ろから。もらったよ。届かないか。頑張れ。いいぞ。届いてる。倒せるか。来た。来てる、本当に。来た。効いてるのは効いてるんだけど。
ダメなのか。アテスっても全然取れてるのな。だね、体力が半端ない。それともこの武器が弱いのか。緊急テストが来るくらいだからね。おかしいな。気持ちして六角になってるからダメージが食らい続けてるのに全然足りない。むしろなんかピンピン歩いてるよ。よっしゃ。むしろなんかピンピン歩いてるよ。よっしゃ。オニオンじゃない？いや今のはね、バナー君だったと思う。どうだった？笑っちゃっていいかな。10億ポイントだろ今のは。いや間違いなく顔色がこの勝負笑っちゃったね。大逆転勝利ですね。あーバナー君いいなー、ずるいなーって。3ポイントゲット。バナー3ポイントゲット。やったじゃん、やったじゃん。あんなに強かったのに3ポイントって少なすぎでしょ。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムもある。